はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日のお客様です。お名前お願いします。はい、水下絵理子です。はい、何をしている人ですか。なんて言ったらいいのかな、いろんなことをやっています。皆さんの脳と心と体を、自分らしく輝くために人づくりのサポートをしているというのが一番今はヒットするかなと思っています。あと他にもね、場所があるんですよね。そうなんです。昨年の12月3日にオープンしました、三条市一の木戸商店街に、家スタジオ IE と書いて、家スタジオ、まるで自分の家に戻ってきたように自分らしく、そして自分を発揮できる楽しむ場として、スタジオをオープンしました。そのスタジオでは何ができるんですか。スタジオでは1階はヨガとかボディーワーク、骨盤調整、そして少しこう年齢の高い方のために音楽レクリエーションであるとか、あのママのためのヨガ教室もありますし、いろんなあのボディーワーク系 の、あのレッスンをやっています。2階はギャラリーであるとか、皆さんがワークショップをやる場、そして、ノマドといってパソコンを持ってきて、自分だけでちょっと集中して仕事をしたいなんていう場にも、これからどんどん活用していただくような場を作っております。あとあれですよね、癒しのサロンも忘れてました。実は1月5日オープンの、2階には、そうなんです、そうなんだ、宗心とほぐしですね、素晴らしい施術家、佐藤和美というものが担当しますけれども、サロンがオープンします。素晴らしいですね。はい、はい、ではどうして、このスタジオもそうなんですけど、そういう美能とかね、いろいろされてますけど、そういうのを始めたきっかけは何だったんですか。いや、もうすっごい難しいですね。難しいというのは、心と体に向き合って、私もね、35年なんですよ。いろんな方の、体験と、そして私自身が非常にこういい子ちゃんをやってて、自分を生きてなかったんですね。自分探しの旅を長らく やる中で、見てきたもの、学んできたもの、それを全部統合した時に、もうこれだな、人が本当に自分でいいんだなと思えて、自分らしく生きれるって、こんなにすごい、まだまだ見ぬ能力もあるし、すごい安定感、安心感、幸福感っていうか、それが持てるんだということを、やっとこの近年ぐっとまとまったので、今までも同じことを伝えてるんですが、さらに皆さんが本当に自分で、大丈夫、そこから全て変えていけれる、変えなくてもいいものももちろんあるんだけれども、それを伝えたくって今、自分の体験、出会った方の体験をまとめてお伝えしています。私も水島さんの講座2回、3回ぐらい参加してますけど、必ず皆さん泣くじゃないですか。もうなんでですかね。なんでですよね。いや、私も別に泣かせようと思ってるんじゃないんですが、私これはもう本当にそれって皆さん知ってるんですよ。本当は自分の奥深くある本当の自分でいたいんですよ。で、そこに私は出会うんじゃないかなと思うのね。そのきっかけになったのが 3.11 津波に、私はずっと現地に約丸々5年間行った中で、行きたくても生きられなかった人たちで、もう死にたいと思ってるような人たちと、携わる中で、どういうのかな、自分でいるっていうことの大切さ、だって次の瞬間、一瞬で全てがなくなるってことがあるかもしれないじゃない、で、そういう人たちに何が大事なんだろうっていうのを突き詰めた時に、という体験と、皆さんが、私はただ自分に振り返る呼吸とメッセージを伝えてるだけなのに涙されるというのは、やっぱりね、自分でいたいんだと思う。みんな今情報の中、それからいろんな人の目の中、世間体、プライド、いろんな中に人は生きてるけれども、本当は自分でいたいんだよね。だからそこに触れた時に、多分得体の知れないものだと思うんだけど、私は本当の自分が喜んでる、そんな涙だと思っていつも見てます。
わざわざしました、うん、はい、ではその今水下さんがやってる、まあ、いろんなことがあるんですけど、それをどんな人たちに伝えていきたいですか？私はもう絞ってはいないんですね、うんうん、もう本当に赤ちゃんから、うん、そしてもう100歳以上の高齢者の方にも、うん、いろんなところで講演講座をさせてもらってるんですが、うん、もうどなたもが、だってこの世の中どこを探してもマリちゃんは一人しかいないでしょ、うんうん、私もそうです、うん、でなのに私たちは本当に難しい道を選んだり、うん、苦しい道をあえて選んだりとか、うん、あの本当に比較の道を選んだりとかするけれども、うんうん、それはあってもいいと思うので、うん、だけど自分でいいんだってさっきからお伝えしているように、うん、あのそこを生きれる人が、うん、男女も関係なく、うん、そんな人たちに送りたいなと思っています。あ、素敵。年の子そんなことないです年齢です。いえいえいえ、ではそうやって伝えた人がどう受け取ってくれたら嬉しいですか？うん、あのね、大きいことじゃなくていいんですよ、うん、私たち変化するとか変わるとかっていうとなんかすっごく大きいことが変わる一つの基準になってたりするんだけど、うん、あ、ちょっと今日なんかお茶飲んだらいつもより美味しく感じるとか、うん、いやなんか気づいたら今日私イラついてなかったとか、うん、あ、なんか体軽いとかそういうことを感じれること、うん、でもね、その積み重ねが大事なんじゃないかなっていうふうに、大きい一歩、うんうんうん、もしくは大きい何かを得るためにはそういう小さいことを感じれるってすっごく大事だなっていうふうに今思ってるんですね、うんうん、だからそれが伝わったらいいなと思います。ってことはね、あるってことなんですよ。すごいことをしなくても本当はあるんだよっていうことを体験してほしいっていうこと、うん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 、そうですね、うん、なんかどう受け取ってくれたら嬉しいかって、まあ、今聞いたんですけど、うん、それと 別の話になっちゃうかもしれないんですけど、今結構なんか自分と向き合うとかってすごいなんかキーワードがあっちこっち飛び交ってると思うんですけど、今言われたみたいにこう変わることって大きい変化じゃなくてそういう小さい変化を見つけていくことだと思うんですけど、うんうん、自分と向き合うっていうのもなんかなんちゃって風が多いと思うんです、うん、なんていうか自分と向き合うってなかなか、うん、私も今やってるけど、うん、なんかやってる風になってしまう、うん、風っていうのはちょっと見てるつもりで、うん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 、実はちゃんとなんかこう、うんうん、本心と向き合えてない、うんうん、見てるつもりでいるっていうところで、そういう人も結構いっぱいいると思うんですけど、うんうん、そういう自分と向き合うことに関してそこも多分何かしらちっちゃいことから始めればいいと思うんですけど、うん、そういう場合のちっちゃいことって何かあります、例えがありますか？あのね、それはね、みんなそれぞれに必要なのよね、うんうん、あのそれに気づいたこともすごくちっちゃい一歩だと思うし、うん、だって気づかない場合もあるじゃない、うん、私もうこれは私向き合ってますって当たり前に思ったらそこには気づかないし、うん、でもなんかなんちゃってなんだ私って思ったらもうそこが一つの一歩、うん、だからあのその人によってもう全部違うから、それを一緒くたんに世の中ってこれがいいですとか、うん、これでうまくいきましたって私たち翻弄されちゃうんだけど、自分の中の感覚をやっぱり見てみるっていうこと、まあ、あえて言うならばね、うんうん、そこが小さな一歩なのかな、うん、でも大きい一歩でもあると思うけど、うん、同時に、うん、だから本当にく、うん、そうなのよね、比べたりとか、うん、私たち、まあ、今変革の時代と言われて、うんうん、常識が結構崩れつつあるんだけれども、うん、あの何か悪いことしなさいとか、うん、怒りたいから怒りなさいっていうことではなくって、うんうんうん、その自分が今まで当たり前だと思っていたこと、うん、自分がもうこれしかないと思ってたことをちょっと疑ってみる、うんうん、っていうのもいいし、うん、私なんちゃって風だったと思ったら、あ、じゃあそう思ったんだったら次どうするみたいな、うんうん、じゃあ疑うことをちょっとしばらく続けてみようとか、うん、ね、なんかみんなすぐ答え出したから、うん、そうなんですよ、私もそうだったこれやったらすごく私
変化するとか、うん、変われるとか思うんだけど、うん、そうないわね、うん、そう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 なんですよね。どうしてもなんか白黒つけたがるっていうか人が多いよね、うん、まあ仕方がない。あの日本の教育が割とそういうあの長らく、うん、まあ、教育っていう、うん、日本の風習とか文化ももちろん大事でもあるし、うん、その中で育ってきたものっていうのがあるけれども、うん、今それが崩れつつあるならば、うん、私はチャンスだと思っていて、うん、崩れる時って見えるじゃない。ガッチガチでハマってる時は見えないものが崩れる時ってなんか見えたりするじゃない、うんうん、そういう時って自分が素直になったら、あ、じゃあこうしていこうとか、ちょっと自分を信じて、いや、ちょっとここ変えてみようとか、うん、っていうことがしやすい時、うん、だからあのこれ体でも言えて、うん、季節の変わり目ってすっごく体がいろんな変化を起こす時なのね、うんうん、あのほぐれたりとか体調崩したり、うんうん、でも私それはすごくチャンスだと思っていて、うん、体調崩すって何か変わり目だから、うん、自分にとって、あ、ここがもうメッセージがすごく分かりやすいじゃない、うん、ガンガン突き進んでる時は分かんないけど、うん、ちょっと何か崩れた時に、あ、ここ私いたわってなかったなとか、うん、だからそんな風にしていくことって大事なんじゃないの。だからちょっと質問から外れてるから。いや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 、なるほど、うん、はい、そうなの。みんなね、すぐ変わりたい、うん、すぐ変わるって思っちゃうよ ね、 そうじゃないですよっていうね、うん、すぐ変わることもすっごく衝撃的なことがあったら脳はすぐ変わります。例えば恐怖症とかね、高いところから落ちて、もう高いところ怖くなっちゃったら1回でももうそれが当たり前になるけど、多くは私たち日々トレーニングです、うんうん、そうですよね。だからあの自分の心に正直になることと、うん、やっぱり出会う人を自分で選択することも必要かもしれないし、出会うものを自分で選ぶ、または自分を行きたいところにちゃんと連れてってあげる、うん、じゃないとまた戻っちゃうわね、うんうん、大事ですよね。その選択もできない人もやっぱりいるじゃないですか、うん、なんか自分がこっちがいいけどこっち選んじゃうみたいな、うん、安いからこっち選んじゃうとか、うん、なんかこう本当はこっちが欲しいのに、お金とか人とか、うん、もの、なんだろうね、誰かのせいじゃないですけど、うん、にしてやっぱり選んでいく人も多いから、そういうちっちゃいこと、まあコーヒーが飲みたいのかカフェオレが飲みたいのかっていうのも、うん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 、こうちっちゃいことから自分の選びたい、本当に選びたい方を選んでいくっていうことですか。そういうことです。あの、そう、そういうこと、まあ、素晴らしい、そういうことだから、うん、そこでみんなはなんか大きい選択、うんうん、そうね、離婚するのかしないのかみたいなね大きい大きいいきなりそこじゃなくって、あ、私今日例えばお友達に、私これ昨年やったんだけど、あの例えば飲み会に誘われました、うん、仲のいい友達に、うん、行けば楽しい、うん、でいつも行っている私を、うんうん、それ断るのはすごい勇気だったわけ、うんうん、だけど自分にすごく聞くっていうかね、うん、自分の状態をきちんと見てあげるっていうのを昨年徹底してやったことがあるんです、うん、でその時に、あ、今日は疲れてるから、まあ、行けば楽しい、いや飲みたい、いやでも今日は一人でいたい、あ、じゃあそっちを選んでみよう、うん、もう本当、でもこれってちょっと大きいチャレンジではあったんだけど、うん、もっと小さかったら今日コーヒーが飲みたいのか水が飲みたいのか、うん、いや今日コーヒーいいなと思ったら飲まない、うん、惰性で飲むんじゃなくって、じゃあちょっと今日は水にしとこう、うん、そういうちっちゃいこと、うん、あとは自分をちょっと喜ばせる、今日いつもパンツなんだけどスカート履いてみたいと思ったら履いてみる、うん、心地悪かったらやめる、心地よかったらいいじゃん、うん、なんかそんな大したことないことなんだけど、うん、実はそれがすっごく私たちの脳とか体に影響があって、うん、この状態が変わると皆さん出会う人物ことが変わります。へー、起こる現象が変わります。じゃあちっちゃいことからね、自分も選択をしていってくださいっていうところですね。そういうことです。はい、ありがとうございます。脱線しちゃって、すいません。じゃあ最後になりますが、これを見てる人たちに一言お願いします。うん、そうですね。私から一言あるかなってやっぱり思うんですよね。うん、なぜならば皆さんそれぞれに思いってもうみんな持ってるわけですよ。うんうん、
だからもしも私が伝えることがあるならば、その思いに日の目を当ててほしいな。うん、それかな。もうそれにつきます。で、だから転ぶこともあれば、うん、なんかもう穴掘って進みたい時もあれば、うん、いいんじゃないのと思うのね、うんうんうん、でその時感じた感覚また大事にして、うん、でもどうにもならないとか、でもちょっとどうにもならないまでいかなくっても、うん、あ、ここちょっとサポートほしい、助けてほしい、聞いてほしい時も素直にいるんですよ、うん、そういう人は。私たちもそうだし ね、私たちに会いに来てください。あ、本当に自分の思いを大事にするが一番お伝えしたいことかななんて思います。素晴らしいと思います。ぜひ本当に本当に素晴らしい人なので、ぜひぜひ本当に会いに来てもらいたいなと思います。はい、というわけで終わりになりますが、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、さようなら。さようなら。